それでは今回の天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議における最終報告の案の決定にあたりまして、座長の私から一言発言させていただきます。今回には昨年の10月以降、本日まで14回にわたりご高齢となられた天皇の公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるのか、メンバーの間において精力的に議論を重ねてまいります。本年1月にはそれまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理した論点整理を取りまとめ公表いたしました。この論点整理は本件に関する国民の理解と関心を深め、国民的な議論を喚起することとなったものと考えております。本年3月には国会の議論の取りまとめが政府に伝えられ、当会議は3月以降、天皇陛下の退位が実現した場合におけるお立場や称号などの残された課題について、専門の方々からの意見も伺いながら議論を進めてまいりました。本日ここにこれまでの議論を取りまとめた最終報告を決定することができましたのは、ひとえにメンバーの皆様の真摯なご議論の賜物だと思います。座長といたしまして、御礼申し上げます。政府におかれましては、当会議における議論を参考として、必要な措置を講じていただくようお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは、総理に最終報告をお渡ししたいと思います。こちらお願いします。安倍総理から一言いただければと思います。安倍総理よろしくお願い申し上げます。はい、本日は最終報告を取りまとめていただき誠にありがとうございます。この問題は国家の基本に関するものであるとともに、長い歴史とこれからの未来にとって重い課題であると一番最初の会合でそう申し上げたところでございますが、議論が深まるにつれ、その思いがより強くなっていったというのが私の実感でございます。最終報告においては、先般、国会の議論の取りまとめが政府に伝えられたことを踏まえ、天皇陛下の退位が実現した場合におけるお立場や称号などの重要な課題について整理していただきました。政府といたしましては、国会の議論の取りまとめを踏まえ、今後この最終報告を参考としつつ、天皇陛下の退位を実現する法案の立案を進め、速やかに国会に提出するよう全力を尽くしたいと考えております。皆様には国家の基本に関するこの極めて重い課題に本当に真摯に取り組んでいただきます。国民の関心が高く多種多様な意見がある中で、こうした形で最終報告にこうしていただくことが、こうしてこじつけることができましたのも、ひとえに今井座長をはじめ、皆様お一人お一人がそれぞれのご見識の上に立って、深い洞察を巡らせ、静かながらも熱心なご議論をいただいた結果であり、このメンバーにだからこそ成し得たものと、その賜物であると。これより敬意を表するとともに、改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。